から14日までの6日間、沖縄県が主催した沖縄の伝統空手と古武道の国際セミナーが行われました。でこの国際セミナーは沖縄の伝統空手と古武道の6つの流派が中心となって、世界各地で沖縄空手を学ぶ外国人に参加を呼びかけまして、今回が初めての取り組みなんですね。世界から集まった空手家たちの6日間を取材しました。今月、那覇市に多くの外国人空手家が集まりました。沖縄伝統空手の型の一つをイタリア人の空手家が披露します。空手は大正時代に沖縄から本土に伝えられ、第二次大戦後世界各地に広まりました。インド人空手家による沖縄空手伝統の型セイサン、スポーツ試合形式の傾向にある本土空手とは一線を画し、沖縄空手では代々伝えられてきた型の美しさ正確さを重んじます。国際セミナーは沖縄の空手と古武道6つの流派が集まって行われました。アルゼンチン、オーストラリア、インド、カナダなど世界10の国と地域から沖縄空手を学ぶ36人の外国人が集まりました。6日間、空手のルーツ沖縄で伝統空手の文化を学びながら、空手と古武道6つの流派による実践指導を受け交流を深めました。主礼の国沖縄首里城、琉球王朝の時代には奉納演舞が行われていました。セミナー2日目、外国人空手家は首里城を訪れました。沖縄空手を学ぶ外国人にとって憧れの場所です。自分のカメラをカールガール手にしてポーズを決めます。 First time in Okinawa. So far, loving it. Very nice. Okinawa karate is famous. Oh, in India, very, very famous. Very famous, yes. Very famous for many years. セミナー4日目、参加者は豊見城城址公園を訪れました。拠点。この場所には県が空手道会館の建設を予定していることが説明されました。この日はセミナー期間中唯一の野外練習が行われました。練習を前に場内にある富瀬宇滝で祈願を行いました。お願いします。こうして沖縄の信仰文化にも触れます。一口に沖縄空手といってもたくさんの流派による多様な型が存在します。外国人空手家にも沖縄空手の多様性に触れてもらいたいと、この日は沖縄伝統の古武道を経験してもらいました。沖縄空手と同じく型の鍛錬を重んじますが、棒やヌンチャクなどの武器を使うところが空手との違いです。師範による型の実演が行われます。実際に模造刀を持った相手と組手の型を行います。空手を学んではいても武器を使った古武道は初めてという人がほとんど、少しの実演も見逃したくはありません。一般的に振り回すイメージが強いヌンチャクですが、沖縄の方では手の一部のように扱うことが教えられます。外国の場合はなかなか正しい古武道というのが伝わってないのが多くてですね、そういったものを少しでも違いが感じられたらいいんじゃないかなと思ってますね。一流の先生たちが集まってこういうセミナーを行うのは本当に珍しい、とてもラッキーだと思いますね。Bueno, es mi primera vez en Okinawa y es el sueño que siempre tuve desde chico venir acá, así que todas las cosas que pasen acá para mí es un sueño.
オーストラリアの人口は 5% は、武道やってます。空手とか柔道もやってます。空手は、うん、人気があります。沖縄空手最高だったのセミナー最終日、外国人による演舞が披露されました。空手のルーツ、沖縄に感謝の思いが込められます。空手と研修しながらお互いが握手し合って抱き合っているわけですな。世界の平和道が沖縄の空手道じゃないかなと思って、この空手道を通してさまざまな国々にですね、やっぱり沖縄をアピールしていきたいと思っております。国も流派も超えて沖縄空手が世界をつなぎます。取材をしてみて実感したんですが、実に多くの国で沖縄空手が支持されているという現実があります。世界的な普及が目覚ましく、沖縄県によりますと空手自体は世界中で5000万人が学んでいるとも言われているんですが、立川さん、はい、やっぱり私たち思っている以上ですね。そうですね、あの、なんていうのかな、スポーツじゃなくてやっぱり精神だったり、うん、なんていうの、文化だ、はい、っていうのがよく分かりますよね。そうですよね。それをこう、なんていうかな、それを目当てに来てくれるっていうのはすごくありがたいことですよね。うんね、アルゼンチンの方は子供の頃からの夢が叶ったっておっしゃってましたもんね。ちょっと直接に会話できないと残念なんですね